安芸市の工事現場を見学したのは高知土木女子のメンバー15人です。高知土木女子は建設業界で働く女性が定期的にコミュニケーションを図ろうと2019年に設立しました。見学会は女性が働く現場を見てみたいというメンバーの要望から企画されたもので、安芸市の阿南安芸自動車道の安芸側に橋を架ける現場で、長さ25メートル、重さ15トンの桁をクレーンで吊るして設置する作業を見学しました。その後、意見交換会が開かれ、参加者からは、うちの会社では子どもが急に熱を出しても早退することに理解がある。以前と比べトイレは随分清潔になったなどの声が出ました。こういう取り組みをしていくことで、土木の現場に女性がどんどん増えていったらいいなと思います。高知土木女子によりますと、県内の建設業界で働く女性は以前と比べ増えているそうで、こうした意見交換の場を設けることで、さらに女性が働きやすい環境を整備したいとしています。